なら、こら、あったけえな、そこな。ちょっと待ってれや。よいしょ。お、来た。あれ、上。よし。全然食べれるんですよ。むしろ美味しいの。水分飛んで。余計な水分がね、その、芋から、なくなってるから、芋の味が濃くなってね、うまいんですよ。見た目はこんなシワシワだけどね、うまいんですよ。ちょっと待ってるや。俺昼飯準備して食べちゃうから。どこ行っちゃった？皮はね、割と私剥くんですよ。じゃがいもの皮剥かなくてもいいんですけど。薄切りですね。薄切り。切り方お任せ。とにかく薄くしてください。じゃがいもは熱通りづらい、割とこんな感じで薄めにします。やべ、ニンニクをやっぱり多少入れた方がいいんですよね、片手じゃ剥きづらいね。あ、剥けんな。剥ける剥ける形でな。ララコが日向ぼっこしに来ましたね。まあちょっとそんなことをしてる場合じゃない。ご飯を作んなきゃな。で、ニンニクを剥きました。ララコは日向ぼっこはいつもあそこです。ナラ、これを包丁で潰しましょう。ビューッとこの潰したクラッシュしたニンニクを入れましょうかね。じゃがいもですね。じゃがいも。ちなみにじゃがいもの皮だけはそのまんまにほかしておくとものすごい悪臭を放つので、これだけは捨てます。よいしょ。よいしょ。はいよ。あ、ララコですね。ひなとぼっこいいだろう、そこ。今日も。あぶねえ。いつも肘ぶつけんですよね。気をつけねえと。いつか絶対にご飯ぶちまける。このぐらいカリッと仕上がったところで、今日はですね、下にこぼさないように、もったいないですからね。落っこったの食べてますよ、拾って。おお、綺麗じゃん。辺のやつをちょっと、よし、まあ、三脚立てりゃいいだけなんだけど、だからめんどくさくて。はい、から入ってねえな。大丈夫だよな。はい。焼けたら、ここにこう。大丈夫かな。目測誤ってねえか。うい。いいじゃん。
今日はですね、ちょっといつもと場所を変えてと、外に出ましょう。だいたい外でランチ食うことあるんですよね。ここに置いといて、テーブルはここに置いてあります。よし、よいしょ。だいたいね、天気いい日は昼間は一瞬しか見せませんよ。自宅からすぐの前のところに置いて、椅子はここにあります。朝のララコーヒーで使ってるやつですね。これをここにポンと置いてと、これが椅子です。で、そこにランチョンマットを引いてと、これで食べる準備はできました。ここはちなみにこんな感じでね、すごく開放的な素晴らしいランチの場所です。お、ララコも来ましたね。お、ララコ、一緒にランチ食うべや。今中からちょっと取ってくから待ってね。こいつをあそこに運んで食べましょう。どこでしょう。はい。おい。ララコちゃん待ってますね。はい。はい、ここに置いてと。はい、完成。うまそうですね。ララコはあんな感じで、いつも自由ですね。前回の動画でも説明しましたけど、朝と昼はほとんど食いません。だから、俺一人で食うみたいな感じ。多分あいつ気づいてんすよね。人間が食べてるもんはそんなにうまいもんじゃないって。あ、でも来たか。どう食べる？じゃがいもは食わねえべ？いらねえな。はい。ほらほら、白身。ヒートしてるからな。いいよ。これもいらない。はい。じゃあ俺食べるまで待ってて。じゃあちょっと食べてみましょうか。うん。ああ。うまいね。これをとろっと。ああ、もうこれ最高でしょ？卵のこの、かかったところをね。うん。うん。最高。最高にうまい。うん。うまい。ラコ座れ。食べんだったの。座れ。はい、行こう。ラコ一応ね、お座りはできます。はいよ。食べんなら食べるや。はい。お。はい。はい、食べますね。あ、食べんじゃんな。食べんだったら皿に持ってやっか？卵つけると食うんだよな。はいよ。はい。はい。ああ、よく食べる。おー、よし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 。よしよしよし。うん。行こう。ご飯もちょっと食べる？ほら。ほら。ご飯食べんなら食べるよ。いらない。はい。じゃあ、ラコ今よ。ラコの飯持ってきてやるから、ちょっと待ってろ。ちょっと待ってて。今お前の分持ってくから。な。野菜室にそのまんま余したのを残し、あ、やっぱあったな。昨日の食べ残しはこうやって野菜室に入れて。はいよ。な。一応ラコの分持ってきたよ。食べんだったら、こっちに置いとくから。横で食えや。はいよ。はい、ここ置いとく。ね。食べんだったら横座れ。じゃあ俺食べるぞ。いただきまーす。あとララコが食べるのを待つだけ。ララコ久々によく食べますね、昼間。全然食わないこいつ。綺麗に食べれそうかな。あべ、ゲップでした、ごめんなさい。 お食べた。お、食べたね。 OK、 綺麗に食べたじゃねえのよ。ほら、はい、 OK。 はい、食後の背伸びね、お決まりだもんな、ララコな。はい、よく食べましたよと。はい、僕もよく食べました。今日もごちそうさまでした。